はい、ファンパークのほうれん草です。どうですかね、ちょっと大きくなりましたかね。はあ、ああちょっと草が生えてきましたんで、これちょっと耕す、ちょっとかけますかね。ここを耕すをかけて、でここをちょっと片付けるか。こんな感じです。まあ除草剤をかけなくてもこれやれば草は大丈夫ですね。まあ昔はみんなこればっかりでしたけど、それでウネマのこの草は、これはちょっと除草剤を使います。さあどうですかね。はい、耕すで中耕が終わりました。ちょっと息が上がってますが、重労働でもないのでタイミングよくやればですね、これ絶大な効果があるんですね。まあ、中耕も含めて今耕すが走った場所に入った雑草はまだちっちゃいので、大体これで死んだと思います。ただほうれん草の株元にあるやつは取れてないんですが、まあいずれこれはほうれん草が大きくなればですね、ほうれん草の葉っぱの影に隠れてしまうんで、それでいけないと思うんですね。むしろほうれん草とほうれん草の間のこの草がですね、おそらくほうれん草より成長早いんですよね。ということでですね、
まあこれが夏場ですとですね、草の勢いが強い時はなかなかこれ何回もやらないといけないんですけど、おそらくこれ1回で今の時期は大丈夫じゃないですかね。で、あんまりこれ以上ですね、ほうれん草が大きくなってくると今度ほうれん草を傷めてしまうんでですね、今ぐらいがちょうどいいタイミングでしたね。はい、ほうれん草の中耕作業でした。お疲れ様でした。